津工業は今月9日に行われた三重県大会の決勝で、四日市工業を PK 戦の末下し、2年ぶり4度目の全国大会出場を決めました。今日は大会の協賛スポンサーが津工業を訪れ、定人からサッカー部の岸ートキャプテンにサッカーボールが、明治からプロテインが手渡されました。応援している。 がんもやっぱ熱い応援してくれてると思うんで。全国大会でも津工業らしい伸び伸びとしたサッカーで。優勝目指して頑張りたいと思います。全国高校サッカー選手権大会は。来月二十八日に開幕し。津工業は。来月三十一日の二回戦で。東京 a 代表で。前回大会ベストフォーの堀越高校と初戦を迎えます。